1985年4月、第1回日本国際賞の授賞式が行われました。あれから20年、今日の記念すべき日を迎えることができました。当時は皇太子殿下と妃殿下であられた天皇皇后両陛下には、第1回からご臨席を賜っております。日本国際賞は、科学技術の分野において独創的飛躍的な成果を上げ、科学技術の進歩に大きく寄与し、人類の平和と繁栄に著しく貢献したと認められた方に与えられるものです。この賞は毎年2つの分野を受賞対象とし、1分野に対して1名に授与されます。受賞者には賞状と賞杯、副賞として各分野5000万円の賞金が贈られます。日本国際賞の受賞者は2004年の4名の方々を含めて55名、13カ国にわたります。現在世界の人々は科学技術から大きな恩恵を受けておりますが、科学技術の発達は過去の多くの人々の努力の賜物であります。折りやたかも我が国の筑波研究学園都市では、国際科学技術博覧会が人間、居住、環境と科学技術をテーマとして開催されており、今年の日本国際賞は創設20周年を迎え、また第1回受賞式から天皇皇后両陛下にご臨席を賜り、天皇陛下が古希をお迎えになられることから、これを記念し受賞分野を一つ増やして3分野で賞を受賞することにしました。環境改善に貢献する科学技術分野で日本の本田健一博士、そして共同で研究をされた藤島明博士、生態系の概念に基づく食料生産分野でニュージーランドのキース・セインズベリー博士、生物多様性保全の科学と技術分野で英国のジョン・ロートン教授、この4人の方々が2004年の日本国際賞の受賞者です。それでは改めてお一人ずつご紹介いたしましょう。東京大学名誉教授の本田健一博士です。今回の受賞は藤島明博士との共同研究の業績によるものです。博士は1925年8月23日にお生まれになりました。お母様は一人っ子の博士の体調には大変気を使われたそうです。3歳の誕生日を迎えた博士とお父様です。お父様はおおらかな方だったそうです。少年時代は犬を飼い、よく遊んだそうです。また家の前の道では近所の子供たちとも仲良く遊び、すくすくと成長していきました。大学では菊池教授の研究室で研究に没頭しました。菊池教授は写真科学の大家で、研究室には光源が多くあったので電池に光を当てることを思いついたと聞きました。菊池研究室でのコンパです。菊池研究室では多くの仲間たちと学ぶ青春時代でした。そんな時代に博士はフランス留学に出発します。当時飛行機の運賃はとても高かったので、船でなんと1ヶ月かけての海の旅でした。そして歳月は流れ、結婚、お子様にも恵まれ、3人のお子様がそれぞれ七五三のお祝いをしました。おばあ様もご一緒でした。ちょうどその頃、1971年、昭和46年、本田藤島効果が発見されました。
向かって左は共同受賞者の藤島博士です。これは昨年の本田博士のご一家の写真です。この度は本当におめでとうございます。この3月まで東京工芸大学学長を務められていました。卒業同窓祝賀会では女子学生に囲まれお顔がほころんでいますね。博士、ますますお元気で。藤島博士は現在財団法人神奈川科学技術アカデミーの理事長です。本田博士とご一緒の受賞です。1942年3月10日に誕生。健康な赤ちゃんでした。一時疎開をしていましたが、中学からは東京に戻りました。少年時代も今の面影があります。大学の博士課程2年の時に結婚。奥様は博士の妹さんの親友でした。大学院修士の時でした。酸化チタンによる水の光分解の実験をしました。酸素と水素がブクブク出てきてびっくりしました。東大工学部の助教授時代、本田研究室のコンパは和やかでした。本田博士との名コンビを伺わせます。博士ご一家は大家族。お正月にはご両親や妹さんたちのご家族も一斉に集まりました。やがてお嬢様方も大学生になられ、お正月はますます華やかさでいっぱいです。研究から実用へ、まさに日本国際賞の特色ですが、博士のご自宅の壁には光触媒が施されました。塗ってから5年経ちましたが、今なおピカピカだそうです。博士は海外との交流も活発です。国際会議ではイタリアのシシリーまで出かけました。古くからの友人たちと交流を深めました。現在は週1回 JR 東海の研究所に通って研究を続けています。ますますこれからもその成果が楽しみです。キース・セインズベリー博士は現在オーストラリア連邦科学産業研究機関海洋研究部門主任研究員です。広がる海、そこはニュージーランド。私の名前はセインズベリーと言います。エイです。これから私を見つけてくれた博士の生い立ちをご紹介しましょう。そんな粋な博士が生まれたのは1951年2月22日。ご両親と一緒の写真です。ご両親に可愛がられた博士の赤ちゃん時代はまるで女の子。髪型も洋服も1歳の博士にはどうしようもありません。兄弟は皆男の子。仲良し3兄弟は1968年博士が大学へ入るため家を離れた年までいつも一緒でした。
家庭では優しい父親。お子様方のベッドタイムです。これから本を読んであげるのでしょうか。トレードマークのひげのない時の拍手はまた印象の違う海の男。寒くて鳥肌が立ってしまったとか。ニュージーランドからカナダへ、暖かい地に生まれ育った博士には初めての体験でした。空っぽの網を見つめながら、どうしてだろうといぶかっているところです。底引きトロール漁業との関係が象徴されているのでしょうか。博士の研究は進みます。オーストラリア北西部沖、潜る寸前の勇ましい潜水チームです。多様性に富む大陸棚生態系、海底生息環境での実験です。海底に向かって潜水、ここが博士の仕事場。博士のたゆむことのない挑戦はこれからも続くことでしょう。ジョン・ロートン教授は現在自然環境研究会議理事長です。美しい自然、教授の研究のふるさとです。教授は1943年9月24日、イギリス北部ランカシャー地方の小さな工業町で誕生しました。11歳の時、あるものと運命的な出会いをしました。それはワラビでした。この出会いが生物学者になるきっかけとなったのです。教授の最初で最後の役者姿です。ダーラム城に寄宿した3年間はまさに青春を謳歌し、楽しい学生生活を満喫されたようです。海岸に打ち寄せられたイルカを解剖、生態調査をする若き日の教授の姿です。明くる年、23歳になって最愛の奥様とご結婚されました。ドット夫人です。時は過ぎ、博士の独特で優れた着眼点を持っての研究は揺るぎない存在になっていきます。生態研究の実験環境装置、エコトロンを作り上げました。また教授の研究は英国内にとどまりません。5年間にわたるカメルーンのジャングルでの研究活動の一コマです。そのエネルギーには目を見張るものがあります。そして女王から CBE 賞を受賞されました。長女のアンナさんは銀行員、長男のグラハムさんは科学ジャーナリストとして立派に成長されました。自然環境研究会議理事長として多くの調査研究に携わります。南極調査も大きな仕事でした。ロゼーナ半島を訪れた時の写真です。昨年、気候変化に関する日英共同会議に出席のため日本を訪れました。海洋科学技術センターなどとの交流は今も続けられております。